ドリテク解析は後半戦突入。続いて D1 グランプリ編。マシンが最高峰なら操る選手も最高峰、それが D1 グランプリ。非日常をギャラリー&読者に提供する至高のテクニックとはいかがなものか。日本モータースポーツの聖地鈴鹿、今年は1、2コーナーを使って D1 は行われた。業界切手のお祭り男マックス・オリド、彼の持ち味は何といっても超高速ドリフト。レーシングドライバーの血がここ鈴鹿で煮えたぎる。トヨタニュー86は周りの手を借りながら、オリド自身が仕上げた自信作。レクサス ISF の V8 5リッターエンジンにノースを打ち込み、 NA ながら7000回転で550馬力を発生。ダンパーシステムはレースでの技術がフィードバックされたスクートオリジナルを採用。ストリートリーガルの車両と、D1 グランプリの車両のね、大きな違いはやはりね、シーケンシャルミッションと、ノス、この2つの要素は非常に大きいと思いますね。それを使うことによってですね、その車の馬力以上のポテンシャルをすごく出してくれるので、2つのカテゴリーの、ポテンシャルの違いは大きいと思います。レースの聖地でオリドが見せた走りとは。もう少し得点を上げときたいところだ。オリド学ぶ98点台は行きたいが、この86の2本目どういう走りになるか。 V8 サウンドが響いているが、速度が上がってきた、速度が上がってきた。取り込みで角度つけていく。1コーナーから2コーナーかけてこの走り、さあまたちょっとはみ出してったか、はみ出してったか、関係なくいった、関係なくいった、踏み切った、踏み切った、これが V8 サウンド、オリドの86だ。アクセルコントロールなんかありませんでしたね。ってことはですね、だいぶリアのトラクションがあるのと、ステアリングの切れ角がだいぶ切れるんでしょう。もし馬力があれば、一回途中で落としたギアをもう一回上げてね、空転させたい感じはあると思うんですが、きっと NA の500馬力なんで、そのままでいったんじゃないかという想像ですね。もうステアリングもあまり切ったまま動かさないし、1コーナーと2コーナーの間で一度角度をガーンと作ってからはベターッと踏んでいってね、2コーナーがちょっと上ってるってことと、トラクションの出方と回転の上がり方とステアリングの切れ量がバランスが合ったんだろうなっていうふうな風に見えますが。ドリフト界の絶対王者今村洋一、昨年までの3シーズン連続を含め過去4度のシリーズチャンピオン獲得はもちろん D1 最多勝記録だ。今年チーム移籍した洋一が乗る日英 S1 号シルビア、 T78 タービンプラスノースの組み合わせで700馬力トルク90キロを発生。エンジンのセッティングが固まってきたのに対し、足回りはまだまだな状態。意外な落とし穴が陽一を待ち受ける。点を取りに来た走りではやはり得点は伸びなかった。さらにこの2本目にかけてくるはずだ、はい、このチャンピオンが2本目だいぶロックできたところからスーッと合わせてくる。さあどういう得点になるのかどうか。ラインを合わせてはくる、ラインを合わせてくる、審査できまい。そして2コーナー、この辺のライン合わせはうまいところではありますが、特別なんか変わった運転とかしてるわけではなく、セオリー通りの優等生の走りだと思います。
今のこの車載を見てるとサイドブレーキを引いて横向けて持ってきて一度そのままクラッチをこうつないだ時に思ったより少し引っかき回すパワーがなかったのか一蹴りクラッチが一蹴り入ってますね。でその後サイドで少し、ラインと角度を調整して立ち上がり体勢に入ってもらっていますね。今村洋一といえど、一か八かの、ね、走りをしてこないと落ちてしまうこともあるわけですよ。 D1 一のハイパワーマシン使い斉藤大吾、千馬力近いマシンから放たれる白煙角度は他を圧倒する。フォードアマシンでのビタビタ追走を必見。今までのノウハウを詰め込み製作した大吾自作の100マーク2 3.4 リッターまで排気量アップされた 2JZ は900馬力トルク110キロのモンスターエンジン。足回りのセットも大吾独自のエッセンスが盛り込まれている。超ド級の単走ご覧ください。ストレート速度はやはり出場選手の中ではピカイチというところで、さあ一気にここから5速まで入って速度を伸ばしてくれ。いい速度からギリギリところコントロール、ギリギリコントロール、そしてその後は踏み切っていく。審査席前から2コーナーは本当にうまい。彼自身の中で100点の走りではないんだろうとは思うんですが、まあ、外から見るとねすごい迫力なんですね。これあの大きさがスパーンと横向く迫力とですね、あのパワーから繰り出される煙の出方でですね、もう凄まじい迫力なわけですよ。で外側で見てる人はもうその走りに魅了されるんです。ミスコ発進で出て1位、ポエーと出て2位ですぐ3、この辺はね回転をこうパワーを生かしきらないうちにもどんどんシフト上げていく感じですね。多分ホイールスピン しすぎて困るんでしょうね。思ったよりは踏めてないですよね。やはり馬力がありすぎるせいか立ち上がりに対してこうずっと踏んでいける、ね、折戸選手のように踏んでいける感じじゃなくて踏んでは抜き踏んでは抜きっていう風にこのペダルワークを見るとそんな感じですね。偶然にも実現した折戸対大吾の対戦をどうぞ。この86が先行です。そして後ろから斉藤大吾が追いかける。このモンスターマシン斉藤大吾86相手に折戸相手にどういう味を見せるのか。スカイドから打とうジブリー打ってきた。片や500馬力ぐらい、片や約1000馬力ともう倍近く、馬力が違う2台ですからしっかりついて、多分もう同時ぶりを多分意識してますね。もう先ぶりした逆に。そしてここからね、完全にもう目線は86を見てて捕まえてる感じですね。やはりもう両足だけで調整していってますね。今の追走を見て分かるようにですね、完全に単走の走りとは違いますね。自分の気持ちようにスパーンと出して押さえてグワーッと立ち上がる感じではなくて、前の車に合わせていつでもどちら側にでも角度深くも浅くも前に進めることも止めることもできるような調整の効く走りで前の車にこうついていってますね。入れ替えの2本目で勝負は決着。ベスト進出をかけて、はい、さあ折戸学サドンデスに持ち込むことができるかどうか。逃げる斉藤大吾なのか、赤いマシン斉藤大吾が来る。後ろから黒いマシンの86、折戸学さあどうだ、打ち切る、ちょっとクラッチいた、ちょっとクラッチいた、そこに飛び込む、
これはねやっぱりねこうオリド選手がこう大吾にこう話されたところがやはりドライバーの心境的には影響してますね。どうしても突っ込みすぎてしまう部分もあるし、いつもだと横向けてだいぶ深いアングルで1コーナーのクリップから外側の遠赤まで持ってくるんですが、今回はこれはもうやはり横向けた後に一瞬角度を浅くして持ってきてしまいましたね。そこでまあ大吾選手にこうだいぶ距離は近づいたんですが、一気にこう前の車に追いついたことでまあフットブレーキも使ってですね、無理な状況でスピンモードに入ってしまったと。ここでこう離されていきつつ前が振ってもまだ振らない、だいぶ行って振って横向けたが、ここからちょっと浅めにして持っていって踏んで、ここでブレーキ踏んでしまったね。そうね、やはりねこういう加速感の長い、コースだとやはりその馬力のある車に対して馬力のない車はその振り出しポイントまでの間に審査員の印象だったりドライバーサイドの心境だったりがどうしてもこう若干不利になりますね。皆さんいかがだったでしょうか。いつもねこう外から見る絵はいろいろ見れるでしょうが、こういうふうにね中から見る絵っていうのはあまりないので得るものがあったんじゃないでしょうか。ドリフトが上手い人の車ほどすごく乗りやすいっていう傾向はもう本当どのカテゴリーにもあります。乗りやすい車で、レベルが高い人たちが、すごいせめぎ合いをしているわけなんです。現在世界最高峰のドリフトテクニック、いかがでしたか。外から見ると華麗で豪快に見えるドリフト走行も、車内ではさまざまな操作がなされている。ドリフトの見る目変わったんじゃないですか。